じゃとりあえず、またの、熱暴走で止まったのかよくわかんないけど、止まったので、まあ、ちょっと様子を見よう。だってさ、何かおかしくない？何がよ、携帯のこと？確かにまだ圏外だけどさ。そうじゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。そうだよね。さっきから物音一つしてない。外の音も聞こえないし。そう思いますか？私の勘違いじゃなかったのですね。盛り上がってきたね。カメラ出しとこっと。だったら余計に早く帰ろうよ。みゆき、何かあってからじゃ遅いでしょ。それもそうですね。わかりました。みんなにバレてます。ここら辺は完全にセリフかぶってる。で、3番だとこれで、このまま部屋に色を選んでみよう。このまま部屋にいてしばらく様子を見よう。いや、闇雲に動いても仕方ないしな。ごろりとベッドに転がる。引っ越したばかりの部屋だけど間違いない。ここは俺の部屋だ。一体何が起こってるんだ。夜だったのに昼になってるし。落ち着いて考えよう。そう思って目を閉じたのがまずかった。やばい、眠気が。やっぱ疲れて。で、このまま部屋に色を選ぶとカードショップの移動するわけか。な、あれ、ここ気がつくと目の前には通学途中にあるいつもの店。俺どうしたんだろう。もしかして寝ぼけたままここまで歩いてきたのか。なんだか変な感じだ。釈然としないな。頭がぼーっとする。もしかしてまだ寝ぼけてるんだろうか。まあいっか、せっかくこの店にいるんだ。ちょっと寄っていくか。で入ると、これで店を出て、な、あれ、ここは店を出るとそこは学校の体育館だった。あれ、確か俺あの店に入って店の扉から出たはずなのに。ともしかして今までの全部夢とか。コナタさん、それにみんなも。俺の周囲で4人ともぐっすりと眠り込んでいる。体育館の時計を見ると1時50分。ちょっ
っと待て、さっき起きた時はちょうど2時だったから。いや待て待て、そもそもさっきのが夢だとしたら2時って時刻は関係ないわけで。そこで気づいて俺は携帯を取り出した。99時99分、時計表時刻表示がおかしくなったままだ。前に携帯がこうなってるのを確認したのは廊下でみんなが消えてしまった後だ。ってことはまだあの状況が続いてるってことか。もし夢なんだとしたら俺はまだ夢の中にいるってことで。うーん、ガガ頭がこんがらがってきた。で、ここで幼い頃のコナタの CG があるわけか。このままにしておくと。とりあえずここはこのままにしておくか。この混乱した状況が現実だとしたらそれはここから始まったことになる。今ならそれを調べられるはずだ。手始めにここの周りを見てみるか。俺は体育館の出入り口を開けると外に歩み出た。でまたぐにゃーんとなって、どこだ、ここどこかの家のようだ。少なくとも自分の家でないことははっきりしている。その声が響いたのはすぐそばだった。視線を向ける。いない。それもそのはずだ。声の主は思う以上に小さくて、そうまだ子供だった。これがコナタちっこい CG ってか。いや、その、これは、なんだろう、このアホ毛、それに、この泣き袋、アホ毛が、この子、なぜか見覚えがあるような。どっちも違うよ、その、ちょっと迷っちゃって。気づいたらここにいたんだ。信じられないかもしれないけど、でも嘘じゃないよ。すごくわかる。気づいたら異世界とかだよね。そうそう、そんな感じ。そんなんだ。だからしょうがないよね。お父さん、ゲットだぜ。違う、変態じゃない。それにゲットされてないしね。モンスターボールは何を投げてくる？どういうこと？やれ！膝に強烈な蹴りを食らったと思った次の瞬間にはもう床に転がされ、気がついた時には関節を決められている。ちょ、ギガが折れる、首が折れる、やめてやめてやめて！今なら間に合う。その手間で王者じゃ人殺しにしたくないんだ。私はお嬢さんじゃない、泉コナタっていう名前があるよ。コナタちゃん、お父さん早く来て、変態さんの首が折れるよ。元気でもないこと、でも逃げないとまずい。腕と首と腕はがっちりと決められてる。この年齢にして末恐ろしいテクニックとか。あと数ミリ後ろに倒されたらボギリと折れてしまいそうだった。ただし体重がちょっと重ければね、ちょっと痛いと思うけど。せーの、ごめんよ。でもここで捕まるわけには。とにかく早く逃げよう。俺は手近なドアを開けるとその中に駆け込んだ。で今度でこれで5番にすっ飛んで、でこの3つは関係なし。でその次から校内を調べるに飛んで、木を調べて、
で、校内を調べる。校内を調べよう。鏡さんを見つけないとね。あ、ていうかこれは。とにかく早く行こうよ。ドラクエですか？そんなものよりね。あ、これは。んで、これで。星桜の木を調べようを選ぶと、木を調べよう。なんでも常に調べようとするその好奇心に燃え。何言ってんだよ。とにかく俺行ってくる。私も行くよ。呪われたらつかさんとこでお祓いしてもらおう。だったら私もみんな一緒がいいよ。私もお付き合いします。気をつけていきましょう。俺たちは星桜の木へと歩き出す。一歩、そしてまた一歩。で、これからとも話し声がする。はい、出ました、島本すみさん。まあその大した話じゃ。大した話じゃないんだけどな。そっかさ、これ宗次郎ちょっとやりたいんで、ちょっとオプションで宗次郎の声消して、ひで、宗次郎もひらがなで名前5文字なんだから、このさっきの最初の名前の分も。さあ、向かい側に座ってる女の人は。もしかして、泉さんのお母様？その、もう付き合い始めて随分経つしな。ここらで、その、結構。なんだ、今の音は。気づかれちゃったかな。お隣さんが何か落とした音じゃない。別に気にすることないわ。そうか。なんだ、焦っちゃったよ。それでさっきのお話の続きは結構何？その結構俺の趣味にも理解してくれるようになったよなって。それもそうか。まああれ似せようという気はないんで、多少あれちょっと声はあの高めをイメージしようとは思ってますけれども、まあ似せるの無理なんで。あのさ、これって。
き合う時にあんなこと言ってって言ってたけど、一体どんなことを言ったんだろう。アニメであったよな。お前が振り向いてくれなかったから俺はギャルゲー好きな、俺はギャルゲー好きな男になっちゃったんだよってな感じに。はい。それってありなの？ありなのか。自分の父親にそう言う。そうか。うん。話はそれだけなの？他には？なあ、いや、その。そこだ！押せ！押しまくれ！コナダさん、落ち着いて！それだけだな。あとは、うん、なんでもない。それじゃあ私、買い物があるから、行ってくるね。気をつけてな。ギャル系やってても緊張するとは思うよ。What the easy way で付き合う時のきっかけがあれだったのに、付き合う時のきっかけがあれだったためにいろいろ考えちゃうよな。付き合うのと結婚ってのは全然重みが違うし、プロポーズだけは俺の本当の気持ちをストレートに伝えたいって思ってたんだけど、どうせやむく伝わるのかな。俺がこんなんじゃいつまで経っても結婚は無理だ。プロポーズやめちまうかね。また考え方が極端だな。そこまで思い詰めなくても。司の言う通りだよ。介入してるって、介入してるわけじゃないんだから、このまま放っておいても結局は結婚するんじゃ。介入したじゃないですか。え？そうだ、大事。コナダにとっては命がかかってるかどうかの瀬戸際なんだもんな。
ぐっすり寝てるよ。していたのか。いいか、彼方が帰ってきたら迷わずプロポーズし結婚するのだ。何言ってんだよ、勝手に入ってきて人のプライベートに口出しするんじゃねえ。スイッチオン。電波大ぞ、電波大ぞ。やめろやめてくれ、頭が割れるっていうか悪くなる。信じる信じるから早く飛びてくれ。だってそうするよ、俺が一番カナダのことを愛してるんだから。なんだよ、疑ってるのか。俺たちもこれで。どうも失礼いたしました。プロポーズ頑張ってくださいね。お、あのちょっと、さあ、コナタさんのお母さんって、その、もしかして。わかった。じゃあ行こう。そして俺たちは、アパートのドアを開け、外へ飛び出した。で、こっからは。こっからはもうすっ飛ばし。
呼びかける。こっからはここのをクリアするっていう目的があるから、でここでまあキスすると思いっきりブチ切れられるんで、肩を抱くの方がまだ安心かな。触れた鏡さんの肩は想像以上に華奢だった。そして小刻みに震えていた。一人にしてごめんけど、もう大丈夫だから。誰もかけてない、みんないるから、みんな一緒だから。鏡さんはようやくニコリと笑う。目にはまだ涙が滲んでいたが、もう悲しみの色はない。ここからはガブリで、あとはで、あとはこんなところでまたバッドを引くとめんどいからさ、クリアしたフラグと同じフラグを7パチでラキスタ、ラキスタじゃねえ、鈴宮春日のパチンコやりながら平野綾さんの分つながりでやっているけれども、んでこれで応答さんよ、
で、ここら辺はもちろん被っているのです、飛ばし。で、これで解きかけのイベントはこれで制覇したかな。で、確かこれで記憶が間違ってなければこれのエキストラで このエピソードプラスってので、あれ違ったっけ、違うか、ちょっと探してみます。スペシャル、これがあのどれかの分で集めたやつですね。あ、これだ。ああ、カナダ、ちょっといいかな、話があるんだ。何？大事な話なんだ。こっちへ来て座ってくれないか。高価なおもちゃを買いたい。それで改まって何のお話？まあその大した話じゃないんだけどな。そのもう付き合い始めて随分経つんだしな。心でそろそろ結構なんだ今の音。早金のように。島本さんが演じた中で多分一番ちっこいキャラかな。まあでも島本さんが演じた分でこういったプロポーズ系があるとしたらやっぱりメゾン一国だよな。五代優作と大人しきおことのラブストーリー、あれも結構漫画ではいろんなイベントがあったんだよな。でも最終的に結ばれる、まあ正直簡単に結ばれるような話だったら絶対に名作にはならないけど、ああいう風にいろんな苦難乗り越えて結ばれるっていうのが本当は一番いいんじゃないかなって自分は思ってますと独身は語る。結構俺の趣味を理解してくれるようにもなったよな。付き合う時にあんなこと言っておいて今さら理解も何もないでしょ。それもそうか。そうくん、あ、こういう風にな、本人のことを一番分かっているからこそ今の分でもこういう風にちゃんと分かって何を言うかっていうのも大体分かっているのに言わない。この二人もう本当に結構
純愛ものの一番いいカップルじゃないかなって。それだけだな。あとは、何でもない。うん、気をつけてな。お前が振り向いてくれないから俺はギャラゲー好きになったんだ。島本さんのキャスト、ほんとベストキャストだと思う。島本さんを選んだ。ほんと担当の方見事。これはもしあのドラゴンボールの法則で親子同じ声優だったら、あでも平野さんバージョンのカナダも聞いてみたかった気もするけどな。春日の声がおとなしくなったっていうだけのようなパターンになりそうだけど。いや、そうくんはオタクなんだから、きっとそれくらいのインパクトが欲しいはずよね。毎日、私の味噌汁を飲んでくれ。今は飲んでるし、大して変わらないわよね。同じ墓に入ろう。そういえば陣内智則さんと藤原紀香さんの離婚の時に、藤原さんもあなたと一緒のお墓に入りたかったのにっていう風に言っていたのを思い出したな。これはどっかのツンデレのキャラクター編が言いそうなセリフだな。ぎゅー。そうくん、ひざまずいて足をおなめ。ちっこいのに。やりかねえ。1万年と2、3年前から愛してます。これが作ってあった時にはもうこのアニメってあったっけか。思えるっていうのが本当の愛なんだろうな。そうやって考えると島本さんのヒロインのアニメってめちゃくちゃ純愛が多いんだよな。あれ、彼方買い物に行ってたんじゃ。
蔵君に伝えたいことがあって。ああ、ちょっと待ってくれ、カナダ。俺が先に言いたいことがある。なんか、その、いろいろあってな。変でうるさい音が聞かされたり、人類保管がどうなのか、なんとか機関だの計画だの。でも正直そんなことはどうだっていいんだ。俺が言いたいことを言う。さっき言いかけて言えなかったこと、それをこれから言う。俺は世界中で一番彼方を愛している。世界で一番彼方を愛している自信があったからなっていうアニメの文があったからな。いいぞ、絶対の自信を持っている。だから結婚しよう。ダメかな。お恥ずかしいのこらえて言ったんだ。笑うのはなしだろ。笑うのは笑ってるように見える。泣いてるのか。で、こういう風に、そういや他のミニシナリオって全然見たことなかったな。これを機に幾分かちょっと見てみるか。やつ結構どかったっすね。けど駅から近いと餃子飯しよう。つかさ、おいあれ来た。これあれはつばさっす。双子海子の妹の方っすよ。これって絶対こうミパのオタクの縦横をイメージしたキャラだよな。獣王実力子銅像院ヘタマロっていう横の人めちゃくちゃ名前が豪華なんだよな。聖地巡礼だから聖地っすよ。キラスター知りません？出てるっすよ。誰の？ほらほらこれ鏡がでかい。
見たか、同志セルジャント、我らブイソトリキの出番だぞ。なあカピタン、なすべきことは一つっす。これより我々モーテルロシアは高宮神社救済作戦を開始する。同志諸君、高ぶり燃えよう。いやー、これはわかるよな。よかったな、マジよかったな、巡礼してよかったな。俺死んでもいい、一生魔法使いでもいいっす。今のでいいですか。アザース、一生の思い出、アザース。行くぞ、同志セルジャント、高宮神社を浄化するのだ。そうなんだよな。自分の欲、まあ確かにアニメとかはそれも好きだから、それをどうにか成功させたいっていうのもあるけれども、まあどうこうしたっていうイベントはやっぱりあかんから。その通り、ならばこの一枚に魂を込める。こういうのが一番いい、むしろそれが本当のファン。そうか。
締めだ。さて皆さんご一緒に2杯2拍手1杯よっ。オタクもこういう人たちばっかりならいいんだけれども。はい、もしもし。あんた、まだ掃除してるの？もうそろそろ日が暮れるわよ。ごめんね、お姉ちゃん。参拝客の方が来てて。だったら仕方ないけど。本当にこういう人たちばっかりなら。んじゃ、本日はこれで終わりたいと思います。まあ2つドジって録画等が途中で止まりましたんで、まああれはもうボツとして今回の分を載せておきたいと思います。それでは失礼します。